こんにちは、リカリカです。はい、今回は昔のプリを大公開したいと思います。ここでしか見られないプリクラとか、うん、今まで載せたことないプリクラとかも公開するので、うん、ちょっとドキ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 します。どういう反応が来るか、うん、今のさ進化とかもちょっと見たいし、うん、久しぶりに見ていこうということでやっていきたいと思います。というわけで今回はピクトリンクっていうアプリがあるんやけど、そのアプリの中に昔のプリとかをまとめてダーって見れるんやけど、うん、その一番昔の日付が2012年10月です。ってことは12歳やから小6とか。え、だってこの一緒に撮っとるメンバーが小6のメンバーやもん。そう、2012年のものからリカとリコがギリ出せるかなっていうものを厳選して選んだので、それを皆さんに公開します。はい、今回はねすごい数だと思うので、はい、パッパッパって感じになると思うけど、エピソードとかもちょっと気になったものがあれば紹介したいと思います。じゃあ1個目はこちら。これはですね、この時は小6、うん、なんですけど、このスカート何そしてネックウォーマーね、流行っとった。めっちゃ流行っとった。それからダンス習っとって、このネックウォーマーがないとダンスがうまく見えやんみたいな感じのがあって、なんかダンスのジャージに足にこうクシュクシュってつけると、なんかまあちょっと流行りみたいなのがあって、ダンスの中で、うん、あったな。そうで、ここの編み込みは多分仲いいこの友達、その子のお母さんがやってくれて、で仲良くプリ取りに行ったよな。なでリカルンっていうな。やめて、恥ずかしい。ちょっとなんかちょっと次次はい、続いてこちら。1年先の2013年です、うん、これ茶色いから多分夏休みとか。あ、そういうこと、うん、これはアナップっていうブランド、皆さん知ってますか？そのブランドの多分福袋を全身着とるよな、これ。え、マジ？そうやよ、これ懐かしすぎやん、これしましま。ほんまや着とるわそう、めっちゃ好きやって、うん、それを着てますね。前髪センターもやめて、ほんとはい、そして次はこちら。あ、これもセンター分け。これいつ？2013年3月です。だからちょっと黒髪にしとるな。あ、そっか、4月からやから、うん、もう黒髪にしてるんですけど。でもなんかやっぱ前髪ありなしやなって感じ、うん、やめてほしい。こっちの方がいいよな前髪あった方がいい、やっぱなあ。このポーズなんなん？なあ、何のポーズなんの？はい、続いてこちら。3月17日、っていうか頻繁に撮りすぎ、ほんまに。だってさっきのプリから1週間しか経ってないで。マジ？その間にもう1回撮ってるからな、やばすぎ。これは何ですか、この元気っ子半袖寒くなってないさ半袖寒くなってないさ。違う、リコ、これこれ何月って言った？3月。3月やろ、うん、で半袖で家から歩いてゲームセンターまで行った。リコ覚えとるもんこれそれでそれをわざわざ日記みたいに書いたんや。なんか日記みたいに書くことがすごい流行りっていうか、なんか書くことなくてでもなんか書きたいみたいな、うん、リコたちが中学校ぐらいの時に高校生の方たちがすごい憧れやって、うん、なんかすごいさ、モデルさんとかうまく書くやん。あ、可愛く、可愛い字でな。そう、だからそれ、そういうのね、真似しとったんやと思う。ダサいからやめな、全然違うって、うんうん、しかもこのピンやめてほしいこれはほんまにやめてほしい。でもめっちゃ流行っとったよな、このピン。大きいピンな。そう、めっちゃ流行っとった。なんでこんなでかいほんま続いてがこちら。これはね、中学校のジャージを着て、そう、多分これはもう5月になっとるから初めて見たんかな。嬉しいんやろうな。なあ、嬉しいやろな。そう、なんかジャージで撮るのも流行った、中学校の、うん、続いてもこちら。これ可愛いよ、なんか幼いな。でも多分これチーク塗っとるよな、あのアプリでな。あ、アプリじゃないよ、その機械の中にあるやつな。機械の中のチークで、うん、なんかこの時さ、すごいなんかチークって押してパッてつくんじゃなくてさ、ポン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 って押すやつや。そう、だからめっちゃはみ出とるもんだ、大げさにこう塗りすぎじゃないしかもな、目もな、多分つけまみたいなつけれたやん、自分でこうつけれた、移動させたけど、そうそうそう、でなんかたまにこんなところに塗るっていうそれやっとるわ。続いてこちら、2013年5月15日。いや、またやん、また1週間後に撮っとる。すぐ撮りすぎやろ。しかも一緒のメンバーで撮りすぎ
このポーズこの後めっちゃ出てくるから。そう、これ覚えておいて。なんかバキューンとか変えて出てくる。そう、なんか流行っとんの自分たちの中できっと、うん、はい、続いてこちら、これは2013年5月26日です。また5月、また5月。この、 あの洋服もめっちゃ着とった。そう、これなんかいつやったかな、なんかのプレゼントで親戚にもらって、うん、そう、でそのセットが可愛すぎてお気に入りすぎてめちゃめちゃ着とった、うん、というかこれまだ2013年やから、うん、でかたち活動し始めたのが2014年やから、そう、多分まだみんなこの時知らんと思う。そこのもうほんまに初公開のプリばっかり、未公開写真です。そう、これまだ全然あります。はい、続いて2013年6月2日です。お、6月2日といえば13歳の誕生日です。ってことはこれが13歳になったってことは、うん、今まで全部12歳。あ、そっか、12歳や。へえー、うん、じゃあこっから13歳です。このプリは多分誕生日になったよっていうのは13歳っていうポーズいきましたね。31になってますけどね。本当ですね化粧してないな、これ幼いな、うん、あ、これが噂のリカの前髪。これラインライブで言わんかラインライブ見てくれた。ラインライブっけ、ラインライブかなんかで言ったと思うんだけど、前髪のエピソード。あ、この前髪の話、うん、なんでみんなが前髪をこう綺麗に斜めにできるんやろと思って小さい時やから分からんや、普通にさピタッてやればいいことよ。じゃあ普通にあのピタッてすればいいことやのに、うん、この時はリカを空回りして、うん、多分不思議なことを考えとったやろな、うん、変なことをな考えてしまっとったやろな、うん、そう、アップにしやめてほしいんやけど、まあ、アップにするとちょっとこの辺がハゲてます、うん、そのなんでハゲたかっていうとハゲとるとき薄いよな。そう、薄い、自ら剥がしたマジやめてほしい、恥ずかしい違う、言ってって言ってよ違う、これはあのもうマジで黒歴史あのなんでこっから綺麗にこうなピタッてみんななるんやろって考えた時にいやこっちの毛邪魔なんやってみんな抜いとんやと思って分かった分かった抜いた。それさ、ブローとかさ、あの前髪一旦濡らしてやるとかいうさ、多分知識がないから。そう、やし、アイロンとかも多分持ってないこの時。そう、だからこうやって分けたら多分この辺がピンピン出てきそうだ。だからそれをこれをみんな抜いとんと思って抜いとったもんでハゲとんのさやばすぎる。この山でちょっと今でもこの辺薄いんすよ。マジ？うん。え、じゃあ前髪上げた時にかちょっと薄いやん。薄い？うん。嘘。でこなしとかした時。そうらしい。まあ今はそんな気にならなくなってきたけど、うん、通常に生えとるけど。この時自ら剥がしとった。やばすぎ、ほんまに。そう。ほんまにやばいよな。で、ここからちょっとあの黒歴史の前髪の斜めが続くから。続いてこちら、6月5日、うん、13歳、3日後です。これは今でも仲いい4人です。あ、これ噂のバキュンポーズ。そう、バキュン、なんでこんな人なの。はい、続いてこちら、6月14日また通り過ぎやな、ほんま。発明、発明って書いてやな。みんな発明とか一面とか書いとった、うん、リカたちはね、めっちゃ書いてます。そう、はい、続いてこちら、またズッキュンです。ズッキュンに変わりました。バキュンからズッキュンです。はい、次、これは2013年7月25夏、最近このメンツらしいです。らしい、最近このメンツになったらしい真ん中にいる子とリカが中1が一緒のクラスやってだんだん仲良くなってみたいな感じ。そうそうそう、小学校も中幼稚園も一緒なんやけどな。そう、続いてこちら、これは2013年8月31日です。うん、夏休みやなかな。もうさ、化粧が濃いな。で、まあ、ブレっとるけどさ、うん、化粧は濃いっていうの分かるし、そう、ジャンプってかかんでいいやん、わざわざ、うん、いや、見て見て見て、これ薄い。今、あなたの前髪薄い。やばすぎ。続いてこちら、2013年12月28日、いとこが多分帰ってきてたのかな。そうやな、いつもお正月のタイミングで帰ってくるから、うん、そう、その時に遊んどったんやけど、多分その時に撮ったやつかな、うん、眉毛もないし、うん、まあこんだけなんて化粧せえへんからさ、中学校やし、うん、ちょんまげの仕方もダサい。なんでこう前髪が前になっとんので、このプリリが気に入っとって、うん、よく LINE のトップ画とかしてましたね、うん、そう、そういうのよく出てくるんや。そう、でもこう今見ると、うん、いや恥ずかしい、やめてみたいになる。はい、続いてこちら、これは2014年2月、
キャインオーディションがあったのは2014年なんやけど、そう何月かはちょっと忘れちゃったよな、うん、まだ終わってないはず。でも多分見たことある子はおると思う。リコツイッターとかの人覚えがある、うん、そうこのさ文字やめて、うん、ほんと理解でこれ書いた。メイクしたんツインズラブタンあめがちこれ公開すんのマジやめよあめがちすぎ。続いてがこちら2014年の3月6日です。これはお揃いで、うん、友達と買ったやつかな。あ、この服はあれやよ、名古屋に福袋を買いに行った時にお揃いで買ったやつ、うん、続いてこちら2014年4月6日、はい、2年生になったよな。おお、2年生かこれ。そうクラス替えがあってのプリを取りに行った。クラスは別々でも家は近かったから仲良くて、そうだから遊びに行ったりよくしてました。そうやな、でももう本当に中学の記憶がない。でもこんなね制服を着て、うん、学校に行ってました。このリコの顔がやばい、やめてほしいはい、続いてこちら、これは2014年7月5日を夏、なんかもうリカとリコって感じな。もうなんか、うん、プリもだんだん進化してきて、やしあのプリのリップやと思うけど、うん、なんか目もメイクしとるよな。確かに目しとんのになんで眉毛描いてないの。なあ本当に、だけど多分眉毛描くっていうなんかあれがなかったんやな。なかったんかも。とりあえずメイクって目とチークとリップみたいなやったら、ね、やっぱ初心者の子は、うん、眉毛とかあんまりしやんかもな。目とかから始まるかな。過去のプリで分かったわはい、こちらこれが LINE オーディションの名古屋での審査を受けに行った時、うん、その次のこのプリが東京に審査に行った時かな。そう、うわ懐かしい。はい、続いてがこちら2015年1月3日をお正月です。でもこのツインテールがめっちゃこの後出てくるんよ、うん、そうだから昔から応援してくれてる子はツインテールってやわりかりこっていうイメージが強い、うん、よく言ってくれる。そうそうそう、こっから知ってくれてる子もおると思うから、うん、そうやな。だからそのツインテールってイメージがめっちゃ強いかな。はい、続いてこちら、はい、これは、うん、リコが好きなナプリ。そうこれはなんかリコ当初っていうか今もないけど、たまに振り返ってみたりするとなんかこの時化粧なんか下手、まあ上手くないのになんか可愛いと、うん、カラコンしとんこの。あ、カラコンしとんや。そうカラコンしだしたんですよ。あ、一応このプリもね、うん、2枚目のプリも。そうなんかギャル、なんかやっぱ化粧したての頃ってみんな化粧濃くなるよな、うん、はい、続いてこちらバレンタイン、2015年のバレンタインに撮ってます。ツイッターとかインスタに載せるように撮ったんかな、うん、続いてこちらこれも絶対みんな見たことあると思う、うん、ツインテールしてる。そうあ、でもこれ多分ツインテールの日やからかな。おはい、続いての写真が2月27日お、これは制服で撮ってるから、うん、みんなに公開したことないかな。あのよく学校帰りに自転車越えで近く の、 あのプリがあるところに行って、うん、撮ってましたね。中学校の時はなんか自転車をゲットしたから、うん、めっちゃあっちゃこっち行ったかも。そう、はい、続いてこちら2015年4月26日、うん、これはいとこ の、 あのちっちゃい子の方が、うん、遊びに来てて3人でプリを取りに行った時かな。可愛 い、 いこの時一番可愛かった。めっちゃ可愛 い、 いもちろん可愛 い、 いけどなこの時めっちゃ化粧濃くない。カラコンかな。カラコンしとると全然違うな、うん、はい、というわけでここからちょっとあの一緒のようなプリが続くので、高校に入ってからのプリを少しだけ公開します。はい、じゃあね、ここからクラスが別で友達と遊んだりするのも別々になってきたんで、そうそうそう、それはちょっと別々のね、うん、ものを紹介していきたいと思います、うん、はい、じゃあリカの続いてのプリがこちら、高1の時の体育祭なんやけど、うんうん、初めてのさ体育祭や、うん、高校のだから楽しくて撮りに行きました、うん、はい、これは載せたことあるかもしれないけど、高校に入ってから初めて髪を染めて、うん、で友達と一緒の色にしたんよこれ。そうやな、なんか市販で売ってるやつを買って、うん、友達と一緒の色に染めて、その記念に撮ったはい、続いてリカのプリがこちら、これ多分載せたことあるかなって、隠して載せたかなと思うんだけど、うん、もう本当に毎日食べることしか考えてなくて
友達とアイスとかファミチキとかずっと食べとって、うん、もうプリでも分かるぐらい太っとるもん。そうで、これはソフトクリームをわざとさ、なんか鼻につけて、うん、かわいいでしょみたいな。かわいいでもな、やってますから。はい、じゃあリコ次のがこちら。はい、これはね割と最近かな。これめっちゃ好き。これ、うん、このリコ、うん、リコも好き。このリコ、いや。やっぱ最新のプリキになってきて。そうだね、顔違うな、ごめん。昔のと全然違う。やっぱ、ね、うん、目も大きくなるし顔もちっちゃくなるし、化粧してなくてもだってプリ取れるからさ、やっぱすごいなって思う。はい、続いてラストがこちら。これは割と最近なんですけど、うん、これはね夏に思い切りバサって切って時ですね。その時の色めっちゃ可愛くない？可愛くない、あんまり好きじゃない。でもこんなんでかめっちゃ好き。このぐらいの髪の長さ、でも顔がねでかく見えるからあんまり今はしたくないなって感じ。はい、というわけでもうバーって紹介しちゃったんですけど、多分何枚かな、すごくたくさんあったと思うんですけど、うん、本当はなんかデータじゃなくて今度のプリが多分もっともっとたくさんあるん、実家の方に、うん、でそれを送ってもらって撮ろうかなと思ったんやけど、やっぱなんか携帯の方がすぐ見れるし、うん、データのやった方がみんなも見やすいかなと思って、あの今持ってるやつで一番昔のやつから紹介してみました。なんか次は0歳の時からの写真とか、うん、もうできたら紹介したいなと思います、うん、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。